はいどうも、楽しい楽しいプレゼント企画第3弾の当選発表、当選者の方発表の時間ですよ。ありがとうございます。本当にたくさんたくさんのご応募いただきまして、今回4つですけども、こんなにたくさんまたいただけると思ってなくて、本当に欲しいのかどうか、冷やかしなのかどうなのか、はたまたまやかしなのか分かんないです。まあありがとうございます。とにかく嬉しかったという、あ、ご質問ありました。この T シャツね、これ僕ですよ、僕ですって、あのヒゲの入ってた時の僕 の T シャツデザインして作ってですね、もうとっくに全部なくなりました。あのそんな少数50枚くらいしか作ってなかったんですけど、もうあっという間にあのこれでなんかちょっとみんなにやろうかなと思ったんだけど、その前にもう目の周りの人みんながこれちょうだいちょうだいっていうもんだから、あげたりあの売ったりとかして、もうあっという間になくなりました。じゃあ また作りましょうかっていう話なんですけど、まああのね、あの送りました。第2弾 のプレゼント企画の当選者の方々、僕送りましたよ。初めてあのアメリカの方、海外の方も当選されてまして、初めて海外に送ってみたんですけども、初めてなもんですから、いかんせんあのレターパックだったでしょ、そのまま僕郵便局に持って行ったんです。そしたらね、あのやっぱやり方が全然違う、まあ、その前にですよ、僕はあのこうたくさんこう袋担いでガーッと持ってって、これ送りたいんですけどって、はいって受け答えしてくださって、で最初でこれ一つアメリカなんですけどって言ったらね、中に入っている従業員の方々10名くらい一回バッて立ちました。一回これ一つアメリカなんですけどってバッて一回立ちました。もう最近あのテロリストやら何やらのことでもう敏感になってますから、もう僕 見た感じね、多分怪しいですからね、太ってますし、お腹出っ張ってますから、もしかしたらお腹に何かを隠してるんじゃないかということだったんじゃないかなと思うんですけど、ビニール袋ね、でっかいゴミ袋でこの 10個ぐらいか9個持っていったわけですから、それはもう一気にみんな立ちますよ。でもね、あの本当にありがとうございました。そのやり方間違ったんですけど、親切丁寧にもう一つ一つゆっくりしっかり教えていただいて、各順番から何からね、横浜桜並木郵便局の皆さん、本当にありがとうございました。僕はあの郵便局でこんなに親切に対応していただけるっていうのはもう本当に知らなくて感動してですね、僕の頭のこっちに郵便局のマーク書いて、これから3日間ぐらいは歩こうかなと思ったんですけど、それやめました。また余計怪しくてね、おかしくなっちゃうから、でね、もう僕考えたんですよ、あの考えたって思ったんですけど、これ11名の当選者の方のうちの僕ね、9名しか送ってないんです。なぜかというとですね、1名の方はやっと来ました。1名の方はなので、これ今から書いて送りますけれども、でもう1名の方はもういくらあの住所教えてください、連絡先教えてくださいって言ってもですね、来ないんですね。どうしたものかと、これ嘘つきになってしまうのも困っちゃいますし、じゃあどうしようかなって考えてるんですけど、まあ、またちょっとしばらく頑張ってみますよ、あの教えてください送りますからって。ただね、あのまだそうやって毎日やりましょうか。郵便局の皆さん、桜並木郵便局の皆さん、ありがとうございました。これいつも通りあの一番上にこうピッてこう顔が来た人が当たりっていうふうにしますからね、あの当選っていうふうにしますから、今回4名様です。いきますよ。はい、ピョンピョンピョン。はい、この人、この人です。おっと、この方は初めてですね。今回有名だからね、今までとは違ってこれあの簡単ですよ。こういいですね、この旧字体っていうんですか、この渡辺さんの。これはもう鼻がかゆくてね、鼻がかゆくて。1人目、そして2人目いきますよ。はい、ぴょんぴょんぴょん。はい、この方です、この方。おっ、今回はもう漢字の方ばっかですね。おめでとうございます。ちょっと待ってくださいね、急いで書くからだよ、字が来てないのは。本当は綺麗に書けるよ、僕は。はい、次の方、今あと2人です。てーんてーんてーん。おっと、すっごい、初めてだ、こんなに漢字の軍団、漢字軍団。うわー、いい名前だな、かっこいいな、かっこいいですね。もう1名です、最後の1名。はい、いきますよ。ぴゃん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 。花粉のはずないんだけど、はい、この人です、この人。おっ、はい、待ってくださいね。いやー、今回はもう書きやすくていいわ、本当に。ちょっと失敗しちゃった。はい、 OK、 はい、おめでとうございます。今回の当選の方々はこの4名の方々です。この4名の方々です、おめでとうございます。あの責任を持ってあの僕送りますけれども、中身がぐちゃぐちゃになってるとか、あのいつも通りあのそういったことについて責任は追いかねます、まあ、誰の責任だって言ってもさ、それ僕なんでしょうけど、もうそれはもう勘弁してください。
あのちゃんと送りますから。でね、あの鼻かゆくてね、咳もたまに出るし、あのこれで今回ね、実はねもう一個あるんですよ。これもこれはっていう、あのこれはね、あのパズルとか、まあ、あの何やら入れましたよ。あのこれも入れました。僕の名前は木島春樹ですって入れました。で、まあ、ちょっとなんかチロチロチロってペロペロって入れて、このあれ、これはあれだね、なんだっけ、あそこベネズエラであの手に入れた、入手した CD と、まあ、そういったものをこうやって入れたんですけど、これは何かというとですね、あのあれなんですよ。あれどこに置いたっけな、あのあれ、この YouTube にコメント入れて応募したいんですけれども、私僕それができないんです、なんとかしてくれませんかっていうのが第1回から第3回までこう多数おられてですね、僕あのその方の名前をね、紙これ入れてこの中に入れたんです、紙入れたんですね。でその1名だけ、もうこれ今回だけですよ。もうこれからこういうこと一切しませんから、僕このやったらもう大変なことになっちゃうから、この1名だけあのその中で特別にここにコメントしてくださいねって言うんだけど、できないって言うから、もうしょうがないから今回だけですね、1名だけ選びますから。そんなわっさかはないですけど、ね、この人です。で、この人たちはあの名前を発表できないですよ。なので僕があの直接連絡します。おおすごいすごいです。見せられないですけど、実はこの方びっくりしますよ。僕あのこの間ですね、会っちゃったんです。この方あの見てます、ありがとう、応援してますってこういろいろコメントいただいてて、まさかまさか僕あの舞台、もう舞台ですから、あそうだ、舞台の宣伝もしようか、舞台ありますから、この坊主、あ坊主じゃねえ、あの総員死に方用意、この舞台5月にあるんですけど、この稽古でですね千葉県に行ってたんですよ。あの携帯電話故障しまして、もうそこでこれ話したっけな、そこら中歩いてですね、携帯電話の修理屋さん、どこもショップ知りませんかって歩いてたら、たまたまこの方に僕会って、あれって言われて、もうお会いしたことないです、しかも知りませんから、はいって言ったら、あ、何々です、いつもあの見て、あそうですか、ありがとうございますって言ったその方です。おめでとうございます。いやー、こうなるようになってね、もう男性ばっかりですね、本当に。あのじゃあこれついでに、あのこれまた舞台やりますからね。で、あの最近の動画の全部下の方にあの注文のあのあれ貼り付けてありますから、そこからどん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 注文してください。もういつも言ってますけど、もうお昼の会やら何やらもう相当減ってますよ。あのチケット減ってます。ただあの僕あの交流会しますからね、夜の会、この最初の日と13日と17日の夜はダメですけど、そのこの真ん中の3日間の夜の会は僕交流会やりますから、楽しくやりますから。でもうすでにこの時点であのこの YouTube を見てくださってるお客さんの予約もどんどん入ってます。本当にありがとうございます。あそうだ、質問されていたのでお答えしますけれども、あのちびっここのお昼の会、ちびっこ来てくださいね、ぜひともいらしてくださいっていう話なの、もうあれですよ、本当に泣き叫ぶようなちびっこでも全然大丈夫です、楽しめます。でただその泣き叫ぶのいいでしょって、犬とかね、あの泣き声を大きく出すような動物はダメです。このいくら何でも動物はお断りしてます。でそれとですね、あとあれです、もちろんそのまあね、ああいう働くお犬さんとかはもちろん大丈夫ですけど、あの膝の上に乗るお子さん、膝に乗る、あくまでもその席の数での予約になりますんで、膝の上に乗るお子さんは無料です、もちろん。ただあの膝上に子供一人とかいうので、こう備考欄的なところにこうコメントしていただければ、入れていただければそれも大丈夫ですので、ぜひとも皆さんで遊びに行ってください。でなんか他に質問あったような気がするな、でも思い出せないからいいです。まあ、あのこれ皆さんお待ちしてますからね。で今あの4名様と特別賞のこの1名の方にはあのしっかりとお送りしますんで、もう今日僕は伝えるべきことは全て伝えたと思うんですけど、なんか忘れたらまた後でやります。またあの遊びに来てくださいね、舞台見に来てくださいね、お待ちしてますんで、あのうんそうだ、はい、皆さんどうもありがとうございました。またいつかあのこうやってプレゼント企画やりますから、その時はまたよろしくお願いします。それではあ、出した。